ケネソー・マウンテン・ランディスは、アメリカ合衆国の裁判官。イリノイ州連邦地裁判事、MLB の初代コミッショナーを務めた。オハイオ州ミルビルで生まれ、インディアナ州ローガンズポートで育つ。名前は、父エイブラハムが参戦して負傷した、ケネソーさんの戦いにちなむ。新シナティ大学とユニオンカレッジ・オブローで法学を学び、学位取得後の1891年に、 シカゴで法律の実務に携わり始めた。1905年にセオドアル・リューズベルト大統領から連邦地方裁判所イリノイ州北部地区裁判所判事に任命され、1907年のスタンダードオイルに対する反トラスト訴訟では重要な判決を下した。 シカゴホワイトソックスの選手たちが1919 19年のワールドシリーズで800長を働いたとされるブラックソックス事件が発生すると MLB はイメージダウンによる大打撃を受けた MLB はそれまでの3人ナショナルコミッションが統治を行う形から権威ある単独のコミッショナーを導入しランディスを初代コミッショナーに迎え入れたランディスは事件に対処し ブラックソックス事件に関わった8人の選手を永久追放とする裁定を下した。また、これ以外にもオーナーたちの不正行為などを指断し厳しく処分するなどの姿勢を取ったことから、球界の最高権力者として振る舞うというコミッショナーのイメージを定着させることになった。またランディスは保守派としての顔も伺え、在任中に起きたブランチリッキーが展開したファームシステムには、 批判的だった。これには、若い才能ある選手たちが、ファームシステムによって球団に拘束され、帰ってビッグリーグで活躍する機会を、失ってしまうという考えだったという。他にもニグロリーグの優秀な黒人プレイヤーへの、メジャーリーグへの門戸を開くことは、拒否的で、ニグロリーグというのがあるのだから、別に入れなくてもいいのではないかというほどだが、当時ランディスの周囲にも、 黒人選手がメジャーリーグでプレーすることに反対する球界関係者が多かったのも確かである。1944年、勤務先のコミッショナー事務局で自らのデスクで勤務中に休止した。ランディスの死後、1947年にジャッキー・ロビンソンがデビューするなど、メジャーリーグは黒人をはじめとする有色人種に対する文戸を徐々に開くようになるが、 これは、ランディスの死と無関係ではないと指摘する者もいる。ありがとうございます。